俺の名前は鬼頭ジョージ、世界を股にかける気色ハンターと名乗りたいところだが、今日は少し趣が違う。実は俺には気色を狙う狩人の他にもう一つの顔がある。ミスター、もうすぐ着くけど本当にいいのかい？ああ大丈夫だ。それは世界にある秘境の探求者というものだ。さてそんなわけで今回俺はイタリアに来ている。見えてきたな、あれか。目的は地中海にあるいわくつきの秘境をこの目で確かめるためだ。その秘境の名はポベーリア島、ベネチアの近くにある小さな無人島だ。ミスター、あんたを降ろしたら俺たちはすぐに帰るからな。ああそれでいい。地元民の彼らがこうまで怯えるのにはちゃんとした理由がある。あの島は世界一呪われた島と呼ばれており、世界一幽霊が出る島なのだ。ベスト患者の隔離施設で死んだ患者たちの怨霊がさまよい歩いている。島の地面の半分が犠牲者の精神病院が建てられて人体実験が行われたなどという黒い噂が絶えない土地でもある。現在はイタリア政府によって立ち入り禁止区域に指定されているが、そこは蛇の道は蛇だ。政府が農地としてレンタル先を募集していたからな。その下見といえば入れないことはない。じゃあ帰るからな。さて世界屈指の幽霊島の噂の真偽を確かめることにしよう。港から上陸すると長年放置されていたせいか建物を侵食する緑が目に入った。やれやれ、ひどいありさまだな。イタリア政府は観光地としての利用も期待していると言っていたが、これでは投資など集まらないだろう。島は3つのパートから成り立っている。緑生い茂る北側と教会や病院があった南側、あと離れ小島には砦があったというが、そこには行くことができないようだな。南北の島には橋がかかっているので行き来は可能だ。まあ今回用があるのは心霊スポットと名高い南側だ。本来なら立ち入り禁止の場所なんだ。そこが拝めるだけでも御の字だろう。そうしてしばらく歩くと目の前に病院らしき施設が現れた。ここはペスト流行時には隔離施設、その後は精神病院だったらしいな。都市伝説では人体実験をしていたというんだから笑えない。病院の中に足を踏み入れた瞬間、背筋を何とも言えない悪寒が走り抜けた。なんだ急に寒くなった気がしたんだが、まさか本当に心霊現象が。いやいや、そんなはずはない。部屋の中は病院が閉鎖した当時のままらしく、骨組みになったベッドなどが置いてあった。床のシミってあれだよな、寝具が腐ったもので人の血とかじゃないよな。舐めていた。ここ昼なのにめちゃくちゃ怖いわ。正直言って今すぐ帰りたいところだが、俺も数々の秘境に足を運んだ男、せめて都市伝説の真相を確かめれば。子供の使いじゃない、聖火の一つを持ち帰らねばハンターの名折れだ。そう自分を奮い立たせて進んでいると、ひたりと肩に冷たい手がかかる感触がした。寂しい、こんな場所で一人で死にたくない。聞いた、確かに聞こえた。これは幻聴じゃない。さすがの俺もこれには限界だった。全力で病院から出た俺は港まで逃げると必死の思いで衛星通信で迎えを呼んだ。船が来るまでの数時間は本当に生きた心地がしなかった。迎えの船の影を見て本気で泣いたのも生まれて初めての経験だった。迎えに来てくれたのは生きと同じ船員だった。だから行くなって言ったんだ、あの島は呪われてるんだって。ああ身をもって体験したよ。今回はその真偽を確かめるために行ったんだから、ある意味目的は達したわけだ。夕日にシルエットを映すポベーリア島は本当に美しかった。あの島が隔離施設だったのはペストが流行した14世紀じゃなくて18世紀のことなんだよな。その原因となったのは外国からの船に2人ほど感染者がいたためだ。当時はベネチア公衆衛生局によって島は外国船の検疫所として使用されており。待て、貴様ペストに感染しているな。そんなことは。その流れで隔離施設となったらしい。当時はペストの治療法は確立しておらず、都市伝説の通り感染者は死ぬまで隔離されたらしい。ここから出してください。ダメだ、お前らは生涯ここだ。あの時聞いた声はここで死んだ感染者のものだったのか。そして1922年から病院が開設されたが、それも閉鎖されて以降は立ち入り禁止区域となった。この歴史が心霊スポットとしての都市伝説を生み出す土壌になったのだろう。だが都市伝説がどうなれ、あの地に隔離されて亡くなった人がいたことも事実。眠りを荒らしてすみませんでした。どうか成仏してください。今回の怖い思いもそんな場所にみだりに立ち入った罰なのかもしれない。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも
動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。